頭蓋改善士の田部田則彦と申します。本日は外国人にうまく自分の意見を伝える頭蓋活用術、グローバルで通用するコミュニケーションのコツと方法をお伝えします。よろしくお願いします。ここでは私がですね、実際に外国人に有効な説明について図解をしてみました。ご覧ください。縦軸横軸図を使います。縦軸横軸に、縦は客観的、主観的ですね。縦軸横軸のポイントは対なる反対の単語が入ります。で、横軸は音声の視覚というのを引っ張っていきます。で、通常、英語でですね、ロジカルで説明するときは、この口頭のですね、音声の情報になるんですけども、外国人にですね、有効な説明はこの音声の情報に加えて、ここですね、客観的でかつ視覚の、その英語で言うとビジュアルな情報を使ってですね、説明すると相手に伝わる。これが外国人に有効な説明になります。外国人に有効な説明の図解、いかがでしたでしょうか。ご覧になれた通り、決してですね、綺麗な図とは言えない、雑な図解が書いてありまして、うっとですね、思われたかもしれませんが、本講座でお伝えする図解というものはプレゼンテーションに使う図解ではなくて、綺麗に見せるものでもありません。手書きの図解を、ですね、対応していきますので、雑な図解であってもですね、気にせず、取り組んでもらえればと思います。これまでの説明を踏まえて、まずはですね、図解を使ったコミュニケーションという、図解といえば手段なんですけども、詳細に入っていく前に、まずはですね、ご自身のマインドの、整理をしてもらいたいと思います。やはりコミュニケーションの基本は相手の立場になってみるということですよね。したがって外国人の立場になってみて、考えてみてください。あなたと会話が噛み合わない外国人はどのような時に不満な表情をしますか。頭にクエスチョンマークがついてるなっていう時、どういう時ですかね。少し考えてみてください。